ザーブルホスです。本日もねやっていきましょうか。バイオヘッジ LE2 最後ラストパートですね。で進めていくというふうに思います。前回ちょっとすみません中途半端だったんですけど、とりあえずねあの G3 の第3形態はねぶちのめすことができましたんで、さあ研究所から脱出です。わどうなっていくかね。本当にもう痛みの方がなんかもっとひどい。お葬式のことを思い出されて、なんかちょっと今ノスタルジックなことになってる。ノスタルジックという意味。ジンウィルスを処分するの約束して。あれは証拠だ。FBI が出す。まあちょっと、ちょっとムービーシーンなんでね。あの女を信じるの。ましょうか。どういう意味だ。彼女は FBI じゃない。産業スパイよ。ジンウィルスを売る気なの。あの女はただ金が欲しいだけ。出かせ言うな。おめでたい人で、もしジンウィルスがアクトホテルに渡ったらもう ね、まあなんというか僕は悪事を働いた末路というかね、そんな感じだよね。よし、じゃあ戻っていきましょう。あの青いライトって殺菌というかなんかそういうの効果あるのかな。結構ものすごいアイテムの数になってるけどね。とりあえずまあちょっと後でアイテム整理をすることができたはずなので一旦戻ります。ああそっか。さあお互いの匂いはどこまで抜けたのか。で下水道まみれの下水道水まみれのレオンとゴミ箱まみれのゴミまみれのエイダとのチューが終わって、じゃあまたちょっと再びムービーシーンなんで一旦黙っときます。俺たちはいいチームだ。聞きたいことがある。これで出られる。ウイルスは手に入った？もちろん。確認させて早く出ましょう。アネットに会った。話を聞いたよ。キャラママ。ああレオ。おとなしく渡せばよかったのに。俺だって君を信じたかった。ダメだった。こんな結末になって残念。俺は君にとって捨て駒だったんだな。これが私の仕事なの。俺もそうだ。銃を捨てろ。君を逮捕する。Gウイルスを渡したレオン。殺したくないの。さあ撃てよ。できるものならな。レオンとエイダの位置取りからどうやって右肩貫いたんだろうな。誰にも渡さないわ。誰にも渡さないわ。残念ながらね渡ってしまうんですよね。それを手に入れたエイダが暗躍するっていうね。頑張れ。もう少しだ。片腕でね女性とはいえね多分50キロくらいはあるのをさ支えるって無理よ。どんだけ力あるの。生き延びてレオ。の別れ、まあこれだけの別れ方したらさ、こんだけの高さでどうやって生きてたのってなるよね。本当どうやって生きてたんだろう。だってまだあのワイヤーも手に入れてないはずだよね。うん、あのワイヤーも手に入れてないはずだから気になるよな。
そこら辺を描いた作品があったら面白かったりするんだろうけどね。まあ残念ながらないということで、じゃあ、残り10分間なんでね、時間がない中ですがスタートさせていきましょう。ここは意外とね長いんだよね、中央都市。あー火炎放射器もっと使ってりゃよかったかな。なんかこんだけ弾あっててさ、弾あって多分ラスボスのあいつだけってなると相当多分弾節約しすぎたんだろうなっていう反省は結構大きいな。いっつもこうなんだよね、バコ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 使っとくべきだったす。まあそんなことはどうでもいい。まあ最後の最後でトリガーハッピーやればいいからね。あ、どうぞ。まあね、なんでもいいや。なんか話そうと思ったけどやっぱやめとこうかいや話せよ、実況してんだからっていうね。いやなんかさ、久々にうち同窓会的な感じでね、まあ中学校のね顧問が亡くなったのを機にね、友達ね、あ、当時部活の仲間とか、それから上とか下とかもいっぱい来てたわけですよ。一番上は 7個上で、下は4個下とかまで来てたのかな。挨拶できてきてなかったけど、まあね、みんなおっさんおばさんになってたよね。まあ30歳前後かっていうところだったけど、同級生なんかもか体パンパンになりすぎて、よう超えたなと思ってね、かっこよくなってて、バスケしたらぎっくり腰になったとかって言ってたけど、ぎっくり腰を起こすような年になっちまったかと思って、そしたらその2個上の先輩も、いや分かるわって、俺もなんか足切ってんだけど、だからもうそれ以来怖くて運動ができへんねん、マジでって。30歳を迎えるとそういうことが起こってくるような年齢になっちまうんだよね。よく聞こえない。俺に構うな。まあそんなこともありつつで、まあ、で徐々におっさん化していくから、やっぱりだからね、僕をその葬式教えてくれたやつが言ってたんだけど、なるほどなと思ったのは、なんかね、海外だったかな、と日本とでその心のケアをした後のそのなんか満たされ具合というか、回復具合とかっていうのを調べたなんかデータがあるらしくって、海外、まあ、欧州ヨーロッパとかだったら両方とも上がるらしいんですよ。両方というか、まあ、そのカウンセリングとかした後に、まあ、そのカウンセリング後の回復傾向っていうのはすごい高かったんですけど、日本の場合は回復傾向が低くって、なんでかというと体鍛えてないからなんですよ。体鍛えてないから燃えない。ちょっと待って、おお、燃えた。ここで捕まってる間にね、やっちまうから、ちょ倒れた。はい、燃えた。ここで使い切って、ラスボス戦ではこれさすがに使えないから、ちょっと、だから、今そいつ公認心理師っていつの間にそんなすげえ資格取ったんだって思ったけど、まあ今なんかまだ取り時だったらしいね。今年から受ける子はなんかしんどいらしいけど、ちょっと外した、はい、今のうちで、なんか今その病院回って引きこもりとか特別支援とかもやったりとかしてるっぽいんだけど、まあ、それだけじゃなくって、そのおじいちゃんおばあちゃんたちにいろいろとこの運動を一緒にやるみたいな、なんかビリーズブートキャンプとか、なんか腕立てっていうのを、なんか腕立てじゃないやん、なんか世界一ゆるい有酸素運動を5分間みたいなのがあるけど、なんか1分とかでみんな断念するらしいんだよね。だけどやっぱり日本っていうのはその心のケアをした後にその運動とかそういうのに手を出さないから、やっぱり心身心体ってなんかつながってるみたいな話ってあるらしくって、まあ、あるというか、まあ、実際つながってて、その体の方をちゃんと鍛えないから、運動させないから、心だけやっても結局バランス悪くなってしまって、なんかまた落ち込む傾向とか、病気になる以前とか落ち込む以前よりもなんかひどい状態になってしまうっていうのが日本にはあるらしいですね。だからそこら辺をちょっと相手も整理する、そこら辺を日本はもっと手をかけていかなきゃいけないし、やっぱりまあなんか日本のそこら辺闇だって言ってたけど、そういうまあ若い人、年取った人に関わらず心のケアとかね、そういうケアをする人たちの、だからするために働いてる人たちのやっぱり
給料とかも安いっていうところが、まあ、結構問題点だって言って、まあ、それは確かにあって、だってさ、心扱う、対人の仕事ってしんどいんよ、だいぶ。だって自分でコントロールできないからさ、物作るとかってさ、まあ、部品があるかないかっていうのもあるけど、部品があればさ、作れるわけじゃないですか。ところが人ってさ、その理性が働いてさ、それぞれの性格もあるしさ、だから同じ A という伝え方をしても、その人は B しか聞かないとか C しか聞かないとかっていうのがザラにあるわけで、同じ一定のやり方をしてても通用しないなんてことがある中でさ、あの一定の給料しかもらえないんですが、この人はこれだけきつかったからじゃあ10万円あげます、この人はこれだけきつかったから20万円あげますとかって、やっぱりあのサブスクじゃないけど重量課金制みたいなのにしていかないと、しんどいしんどい、そんなの人を扱う商売だったらさ、人を扱うとか人に向き合う商売だったりしたらさ、そこら辺をねもっとね手厚くやっていかないと、それはお金じゃないとかって言うけど、じゃあそれで給料面で搾取していいのかっていうと、まずそれは別じゃんっていう話なんだね。給料は給料で渡しといて、そこはねなんかねごまかしてる気はするよ、ね、個人的にはね。ドアッチュ、さすがラスボス強い。うれうれ、よしよし、マグナム、マグナムこの時ぶち込んでんのにさ全然ひるまない。あのタイラントなんか3発くらいで死ぬはずだよ。あの普通っていうのはそのバイオ1とかに出てくるタイラント3発くらいで死ぬと思うけどな。どうだ、とりあえず打ち込めるだけ打ち込んで、おおっとめっちゃ飛んでくるやん。さすが、さすが爪が変形してるだけはあるな。おいおい、ちょっと、ういっ、あーちょっと待って、あ、岩まで破壊されちゃったのか。それは聞いてなかったな。ちょっとワイヤー、うん、とりあえず全然あれじゃん、全然爆弾とか無視してんじゃん。これダメージ入ってんのか、これまず。ちょいい、甘い。あ、なんかでっかいの来たわ。ちょっと、おお、危ね。おっと、やばいぞって何か。なんかね、あの、なんか、お股開いて、ぐわーってやるやつは、なんか一撃で刺されて、ぶつされて死ぬらしいんで、おちょっと待って、食らってんのかい。あの技が来たときは、あの、閃光弾、手榴弾、手榴弾だけどね。とか、なんかそういう。あー、びっくりして一瞬死んだのかと思った。よし、じゃあこれをお見舞いして終わりにしましょうか。さあ、うまく拾えるかな。レオ、これで終わりです。どっから現れたの、それどっから持ってきたの、なんで生きてたの、どっから持ってきたのって話だよ。どこから出てきたんだ。ふいっ、いるんでる間に拾う、ドキで、はい、ドン。ごちそうさまでございました。お疲れ。これ大丈夫なのかな、なんかいろいろとハムソーセージ出てるけど、まあ大丈夫か。多分 TikTok はダメだね。 TikTok にあげたら多分赤バンされるから。そう、 TikTok もさりげなくやってるんですけど、なんかねすげえ焦げてる。TikTok やってんですけど、え、これもダメなのっていうくらい TikTok なんか制限つらい、ね、ゾンビ出てくるだけでさ、普通になんか暴力的なコンテンツだからって、その何時間アカウント、あのアカウントじゃないですか、動画投稿できませんみたいなのにされちゃってさ、あれそんなわけねえだろって思って、で、あの異議申し立てしたら結局クリアする。異議申し立てされてさ、あ、やっぱり大丈夫でしたってあるくらいだったら、初めからそういうコンテンツに扱うなっちゅうねんってめっちゃ思うんだけどね。まあそういうわけにもいかないんだろうな。あー、なんとか無事クリアすることできたねーって、だいぶ段数的には余裕があったけどな。回復回復もまあ待ってたからいいか、うん。さあ、ノスタルジックなレオン。ノスタルジックどんだけ好きやねんっていうね。もう忘れないと。バイエイラ。まあ大丈夫、後から出てくる。いやー、何回見てもマーティ・マックフライに見える。こんなスピードで進んでる列車に最後 G5 もついてきたよね、本当に。入ります。2人で長時間結構見つめ合ってただろうな、多分な。どうなってんのって。私が言った通りね。私が言った通りね。何言ってたっけ、あれかな、あそこです。あの、なんか金網越しで出会った時かな。はい、
ということでね、最後まで本当このパート、このパートというかこのシリーズか、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。なんとかね、無事にレオン表編はクリアすることができました。今後なんですけど、まずはレオンじゃない、クレア表編をやっていこうと思ってます。でその後に、まあ、レオン表をクリアしたシナリオっていうのをイメージしているんで、レオンじゃないクレア、どんだけレオン好きやね、クレア裏編やって、でその後に、レオン裏編をやって R2 は終了という感じになるかな。うん、まあ、1パート1パートがね、だいぶ短いので、パートはかなり区切られてはいるんですけれども、まあ、そんなに言うてもね、あのこれまでのなんか、バイオ8とか、ビレッジか、とかね、あの6とかに比べると、だいぶね、あのパートは1パート1パート短かったかもしれないけど、パート数的にもそんなに多くなく進められたんじゃないかなというふうには思ってます。では、今回死んでないんじゃないか。ね。デスカウント発動させられて、させてないから、だいぶね、ゲームの腕前も上がってるんじゃないかなというふうに思いますけど、まあまあ、でも知ってるゲームだったからね、知ってるゲームって言っても、バイオ4とかバイオ6も知ってるゲームというか、バイオ5、バイオ4、バイオ6のがやり込んでるから、逆にそれで死ぬんかって、まあでもね、4、6は死にゲーっちゃ死にゲーだからね、6なんか特に死にゲーですからね、QT とかで死ぬとかね、よくある話だからね。エイダで何回ももうなんかぶっ飛ばされてお亡くなりになって電気ビリビリーなんてことよくあったからさ、ね、まあ、そんな感じですね。はい。で、まあ、その後はねどうするかってとこなんだけど、ね、まあ単発シリーズでボーナスエクストラコンテンツかをやっていくかもしれないし、まあ、またあの例えばバイオ6とかのエンブレムを全部壊すとかね、戻ってくかもしれないです。だから、6は不評だからね、あんまりあの興味持って見る人も少ないみたいなことは聞いてるんですけど、6結構好きなんだけどな、シナリオはあれだけど、まあ、ストーリー的には面白いなと思うんで、個人的には好きなんだけど、皆さん何が好きですかね。なんか5もなかなか人気あるらしいですけど、5がね、どうあがいてもね、なんか起動させられないっていうのがあったんで、ちょっとここはね、金返せって思ってるんだけど、まあ仕方ないよ。自分のパソコンのスペックを恨めっていうところの話だからさ。じゃあそっちでいいかなと思いますね。はい。ということで、これどれだけあれなんだろうな続くんだろうな、まあもしかしたら案の定ここは倍速を使うかもしれないけど、うん、まあここからここまで別に倍速使ったところでなんだかんだうんぬんかんぬんっていうのはあるかもしれないけど、まあ普通に流すか普通に流そうかね、いいんじゃない、流させてもらっても。はい。ということでね、このパートが上がる頃にはもう7月くらいになってるのかな。うん、いよいよもうね、あの、まだ6月なんですけど、まあもうね、夏を本格的に迎えるというところで、まあ、だいぶね、暑くもなってきたんで、皆さんね、あの体調にはお気をつけくださいっていう、ゲームをプレイしながら言うような話じゃないっていうところだよね。そう、まあなんかバイオハザード RE2 は個人的には結構好きっすね。まあシナリオをそこそこ再現できているっていうのもあるんだけど、まあただちょっと個人的に不満点、まあ不満っていうのも別になかったなかったで違和感なかったかなと思うんですけど、レオンと、ね、クレアの絡みがあまりにも少なすぎる。最初と序盤とね、最後だけっていうのがあるからね。そこもちょっとなんかこうクロスストーリーというか、こことここがつながってるんかとかね、そういうのがもっとあればよかったのになって思うけど、そういうのがあんまりないんでね、そこちょっとあの原作と比べると寂しいかなと思うし、シェリーとかさ、ね、シェリーとレオンが出会わないままさ、まあ、エイダとクレアが出会うっていうことはなかったはずだけど、シェリーと、ね、レオンが出会ってっていう話とかがないとさ、ね、もう先にオチ言っちゃうと裏辺の方でさ、ねえ私を養子にしてってさクレアに言うシーンとかもあるけど、そんなさ養子にしてっていうのをさ初対面のレオンに向かって言うかっていうね、まあ、クレアとはねつながりがあるかもしれないけど、てかそれ考えたらさ、目の前で両親がさ爆発死産してるのにさ、ねえ養子にしてって言えるシェリーのメンタルって恐ろしいな、うん、あれに関してはね、もっとこう悲しむというか、なんか目の前で両親が死んで、で化け物になって襲いかかってくるっていうのを目の当たりしたら、もう多分立ち直れないはずだけどね、普通はね、まあ普通じゃないのか、彼らこの住人のやつら普通じゃないか普通じゃないやつらの集まりだな、そりゃそっか。
そういう世界観もあるっちゅうことだよね。漫画でさ、報復系っていうの知ってます？自分のその身内とかが殺されてた時に、その犯人を同様の殺し方で報復することができるっていうのを描いた漫画があるんですけど、結構えぐくって、その何がえぐいかって、そのお父さんお母さん目線で息子とか娘が殺されて、その犯人を息子の仇だ娘の仇だって殺すっていうパターンが結構多いんですよ。それがなんかね、自分がもし万が一っていうことを考えた時に、報復刑おそらくするんだろうけど、その刑が、ね、現実世界であったとしたら、ね、まず娘がっていうのがあった時点で、ね、その時点でもなんか耐えられない気がするよね。だから過剰報復ですっていうのが、なんか要は例えばさ、ナイフで3回刺されて死にましたとか、3回刺して殺さなきゃいけないんだけど、3回どころじゃ済まないとかね、っていう風になりそうだけど、劇団ひまわりかかってすげえ、ある意味それでいいかもしれないんだけど、報復系ね。だってさ、ここでさ、人一人の人生が終わらされてるのにさ、十数年の懲役で済みますみたいなとかってさ、なかなか納得いく話じゃねえべ。東京丸い、これあれだね、なんだっけ、モデルガンを売ってる会社だね。そろそろ終わりかな。プロデューサーまで出てきたからね。いやー楽しかったな、久々に楽しんだな。やっぱ初プレイってこう、どこまで弾を保存してたらいいとか、回復薬を残してたらいいかとかって、まあ既プレイとはいえね、1からスタートするゲームだったから、まあいろいろちょっとドキドキするよね。はい、まあ、裏辺になるとね、ここにゅるっにゅるっ、触手プレイ、触手プレイもクリアだけでいいと思うんですけどね。はい、ということでね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。まあまあ初っ端からまあいろいろと全部回っていく中で A ランク取れたのはそこそこなんじゃないですか。まあちょっと次回 S ランク目指してやっていきたいなと思ったりするけど、いつの間にスターズワッチ。はい、ということでね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけると嬉しいです。ということでね、最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。